メリカから帰ってきた勝彦さんを迎えて揺れ動く勝美ちゃんの心。優作君、君は勝美が好きかい？勝彦さん、岸本勝美、16歳、夢と希望に向かって突っ走れ。日当たり良好、勝彦さんが帰ってきた。よろしく。我が輩は猫である。名前は大輔。突如押し付けられた無実の罪、お隣の恋の盗難事件に日だまり荘は大混乱。我が飼い主優作くんの活躍で白いドレスの少女に笑顔が戻った。日当たり良好、猫ママストーリー、よろしく。俺たち青春、君の未来は？俺レストランのシェフ。バカ、シェフだろ。僕は医学博士。シーはポルネーガの監督か。おお、それもいいね。青年よ、大志を抱け。でもさ、夢も希望もないおじいもいるんだよな。例えば中村さんなんか売れない漫画家。ちぐささんに惚れちゃって、好きなら好きって言えばいいのに。頑張れ中村さん。日当たり良好、世話の焼ける大人たち、よろしく。弾みというか何というか、優作君に乗せられて野球部のマネージャーになった私と恵子ちゃん、これまた乗せられて貴司君が入部した。続いて動機は不純だけど新君も入部した。そしてなぜか優作君までも。誠君はといえば、ともかく全員揃って目指せ甲子園なのであります。日当たり良好、遠く春から甲子園、よろしく。